こんにちは、花レモさん。そうか、信頼信用ですね。この2つのキーワードっていうのは確かに30歳ぐらいに形にしたいところですよね。それは10代20代の生き方が全てそこに注がれることだと思いますし、例えばね、断るごとに挫折したり出たり入ったりする人、あんまり信用も信頼もされないと思います。で、実績とも言えないものを実績だというふうに振りかざす人もちょっとね、危険だなと思っちゃいますよね。信用とか信頼っていうのは結局自分がどう思うかではなくて、他者が自分をどう評価することにつきますんで、他の人の評判を抜きには考えられません。で、信用とか信頼とかもう関係ないやと、自分のやりたいことやるんだっていうフェーズっていうのはもっともっと先にあるのかなと思います。さあ、それでですね、今回はね、30歳っていうものに関わらず、私の考えている人生観ですよね。私はよくね、人生はファイナンスだっていうふうに考えてるんですよ。前半で構築したものをどう投資していくか、ポートフォリオを組むかによって、後半は自動的に自分の人生が流れていくと。自動的に流れていくからこそ、自分が意識してやる時間っていうのは十分確保できて、自分の人生にきっちりとね、フォローアップができるのかなと思うんですよ。だから日々に追われていたら、自分の人生を修正したりとか、なんか新しいことやったりとかするのもう夢のまたの夢でね、全然追われちゃうんで、ちょっとそれはまずいなってことで、だいたい80代までの私は人生のファイナンスですね、こちらの方を組んでますので、ちょっと聞いていただければと思います。まずは10代なんですけども、10代は圧倒的にね、体力ですね。逆に言うと10代でしか体力はつけられませんから、10代でそれをやってこなかったらもう手遅れだということになります。体力ってのは断るごとに自分のミッションを支えてくれるんですよ。時には徹夜をしなければならないような40歳の夜もあるわけですよ。時には体を張って戦わないといけないようなね、そんなストリートファイトみたいな日々も来るんですよ、長い男の人生の中にはね。で、全部ね、10代で作った材料がその後にどう生きるかになってきますし、10代で作った基礎体力が例えば40でも50でも筋トレができるようなね、継続力を身につけてくれるのか、内臓の健康さでもっていつでも楽しく美味しくものが食べるのか、全てに関わってくるんですよね。だから10代では圧倒的に体力をつけるために、徹底的にね、その回復力を当てにして体を痛めつけてね、もう筋肉も鍛えるし、瞬発力をね、鍛えるし、何よりもね、10代の頃は俺はこれぐらいに体を酷使してきたんだっていうような圧倒的な不動の自信を持ってもらいたいなと思います。10代でできなかったら20代ではまあもうできないんで、手遅れだってことをね、冷たくここで申し上げないといけないかなと思います。さあ、私はですね、10代の頃空手と野球を同時にやってまして、結構ハードだったんですけども、バイトも行きました。麻雀が大好きになっちゃったんで、高校の途中からはね、ほとんどのことをやめてですね、麻雀ばっかりしてましたけども、でも良かったのは、中学2年の頃がマックスでね、私は腕立て伏せ250回の4セットっていうのを結構ね、毎日やってたんですよ。1000回ですよ、腕立て伏せ。時間もかかりますからね。だからその分睡眠時間を削って腕立て伏せをやって、腕立てで100回200回で自慢してる人をね、腹で笑っていたみたいな。それでこいつらには勝てるなといつも思ってました。人を見下していたんですよ。体力に関してはですよ、頭では誰にもかなわなかったんで、せめてね、体力で勝たないとなと思いましたね。ただね、やっぱ取っ組み合いの喧嘩をしてみると、このね、1000回をやる私と同じぐらいの体力を持ったやつもたまに出てくるんですよ。でこいつにはやっぱりかなわないですよね、そこまでやった人間には。精神力もすごいですよ。腕立てを1000回やる精神力とか、同時期に腹筋も1000回やってたんですけども、この1000回をやる腹筋とか腕立てをやる根性にね、立ち向かってくるやつはもう本当底知れないやつだなと思いました。だから将来大物になってるんじゃないかなと思いながらね、その頃は、たもとを分かったわけなんですけどね。とにかく10代では体力を徹底的につけること、これが全ての基礎になれるってことでお話しさせていただきました。じゃあ20代では何をやるのかって言ったら、20代ではね、まだ自分の人生経験もないし、これから先の未来も見えない。だからこそせめて志を立てるってことなんですよ。分からないからといって、経験も実績も何もないからって言って、志すら立てなければ、成り行きの人生がすでに20代からスタートしちゃうんですよ。だから20代では何を私はなすのかってことをしっかりと決めなければならないと私は思っております。で、それも何かを徹底的にやってきたというね、10代の基礎があるからこそ志っていうのが決まるんですよ。そして志を決めた後に同時にこういうことも思います。成長と進化と自分の
歩みによってね、立てた志が変化することもあり得るよねってことなんですよ。だから20代で立てた志をずっと初志貫徹するのだけが素晴らしいわけじゃなくって、自分の見える景色が変化してきたら、それに合わせて新しい志を立ててもいいんだってことで、まあ自分にね、選択の余地を残しておくってことなんですよ。でも基本的には向かう方向に向かうんですけどね。私が20代で立てた志は、とにかく20代で年収1000万を達成させて、30代で自分の会社を持つことだったんですよ。でおかげさまでこれは両方とも達成することができたんですけどね。あ、これ逆ですね。20代で自分の会社を作って、30代で年収1000万を達成することだったんですよ。これは両方ともできたんですけども、ただ30代の後半は年収1000万どころか、マイナス年収1000万になっちゃったんですけどね。はい、それで30代でじゃあ何をするのってことなんですけども、10代で培った体力、自分の行動範囲が決まります。20代ではどちらの方向に向かうか、遥か彼方に志という旗を立てます。30代ではですね、じゃあ志を、これをね、成功させるために、達成するために、どんなことを起こすのか、いわゆる事業にするのかってことを30代の頭で、スタートで決めておかなくちゃいけない。要するに10代、20代でもやもやっとして、形にならなかったものを30代でスタートした時にはもうね、形になってないといけないと思うんですよ。で私の場合はこれは事業っていうのは自分の会社を持つこと、まさにそこにあったわけなんですよね。で自分の会社が立ちました。そこでどんな事業をするかってことはまだ決まっていなかったんですが、でも結局は事業が始まりました。それは軽トラックに乗って田舎の農家をこうやって一軒一軒訪問販売で回って、そのお宅で一番今やってほしいことを販売する、代行するってことなんですよ。だいたい田舎に残された70代から80代のご老人っていうのは、あれもやりたいこれもやりたいっていう気持ちはあるんだけども、体が動かなくてできないんですよ。じゃあそれを私代行しますよということで、網戸の張り替えをやったり、草取りをしてみたりとか、用水路のね掃除をしてみたりっていうものをやらせてもらったのが私の最初の事業になりました。代行業ですよね。でゆくゆくそれは電気温水器の事業に集約されていくんですけども、これはまた別の話をしましょう。収益は上がったんですけども、いろいろとトラブルがあってできなくなっちゃったということで、事業の転換が起きると。転換した結果、私は店舗のビジネスをやることになったんですけども、まあこれが儲からなかったってことです。30代では自分の志をね、達成するために事業をやってみたんだけども、まあある意味成功もあったけども失敗もあって、結果的に30代ではマイナス3000万しか稼げなかったということでございますね。借金だらけになりましたと。じゃあ40代では何をするのってことなんですよ。40代ではね、実はね、金について決着をつけたんですよ。お金の問題、私も今お金の問題決着がついたと思ってます。でお金がなくなっても稼ぐ方法はもうすでに手元にありますんで、究極はその介護士をやるってこともできますんでね、十分今までの体力ですとか志とか事業が生きて、その金になる40代ってものがもうすぐ終わろうとしてるんですよね。それがあと1年ちょっとで私40代が終わるんですけども、お金の問題は決着ついたなと、家もローンがないし、車は全然無理なくね、何台でも買えるし、それから日々の暮らしっていうのは本当にね、値札とか財布の中身を見ずに全部決済できると、割とあといくらしか使えないなって考えはないなと。その上でもやっぱり節約ってものはありますけどね。ただ私は基本的に高いものが買える喜びに今打ち震えているかなってところですよね。高いものっても知れてるんですよ。キャベツが値上がりしました。100円のキャベツが200円になりました。で買えるじゃないですか、ね、ちょっと贅沢してランチをね、480円から980円にしました。これできるじゃないですかみたいな感じですよね。でその程度のものなんですけど、私もね、だから大贅沢して大豪邸みたいなことをやってるわけではないんですよ。大富豪みたいなことはね。でもお金の問題は私の力量の間では決着がつきまして、私の生涯使う金額がこのぐらいだろうなってものはもう完了してですね、あとはもう付け足しになってるんですよ。例えば大和君のために貯蓄をするとか、先立つ私のために家族に残す資産を準備しているとかね、そんな話になってきます。その一つに、まあ、金融商品があったり、30年後までにかけておく投資物件があったりとかするんですけどね。で50代では家庭を完成させるってことですね。50代で家庭を完成させる、これはねおそらくですけども、ほとんどの方で50代になると子供は出ていくと思うんですよ。その時の家庭っていうのは遠隔の家庭、そして自分に残された、まあ、奥さんかもしれない、旦那さんかもしれない、場合によっては自分だけかもしれないっていう一人の家庭っていうのを想像しながら、家庭ってものはどういうものなのかなってことをね、まあ、じっくりと作っていくための10年間になるんじゃないかなと思います。やっぱりね、何のために働くのっていろんなものがあると思いますけども、私の場合は家族の笑顔を見るために全ての活動があるんですよ。もちろん家族が笑顔になると私も笑顔になる。本当にそういうふうなね、お子様の夢みたいなことを
実現するために志を立てるところがあります。あの世のため人のためになりたいっていうのはこれ手段なんですよ。で目的じゃないんですよ。世のため人のためになったという手段を用いて世の中の一部である家族を幸せにするっていうところにつながってるんですよね。そしてその家族の中には中心には自分がいる、自分が幸せになることにやっと帰ってくるってことになりますよね。で60代ではこういうふうなね考え方を継承したい人に対して継承させる後継者探しってものになります。もちろん後継者がいないっていう場合も考えてますんで、どうしてもってことではないんですけどもね。ただ少なくとも私の場合は子供がいますんで、子供が行くわけかは私の後継者となってね、自分の思いを継いでくれるのかなと。10代には投資をマスターして20代では人型の人物になるみたいなね、そんなこともあるかもしれませんけども、ちゃんと考えて人生を作っていくんだよってことと、考えなくても臨機応変にできる余地もちゃんと残しておくってことね、このバランスですよね。これを受け継いでくれるんではないかなと思います。で70代では後継者を決めたその次の作業、継承というものが必要になってきます。でどんなものを継承するかと言いますと、私の1から10まで全てですね、全てをダウンロードして後継者に渡していくっていう作業、それによって私はもう死の準備ができていくってことなんですよ。じゃあ80代では何するんですか。まさにここで余暇が来るんですよ。80代でやっとですよ。80までたどり着いたら、あとは手元にあるものを使うだけの人生が待ってる余暇、私にとって本当の隠居ってのは80代になんないとやってこないんですよ。ですからおそらく65とか70まで定年退職まで働いてしまうと、とてもじゃないけど今私がやったような人生設計は全部できないんですよね。これはしかし私が勝手に自分に対して与えているミッションであって、他の人もこうやりましょうって話ではありません。皆さんはね、皆さんのまんまの人生を歩んでいけばいいと思いますし、その中にも必ず幸せがありますんでね。で同質同量の不幸もありますから、どっちを見るかだけの問題になってきます。私も徹底的にネガティブな要因に関しましては無視を決め込んでるだけですからねだからいいものと悪いものがもしね同居してるんだったら、悪いものに目をそらさずみたいな綺麗事はもう私は終わってるんですよ。いいものだけ見ていけばいいって感じですよね。必ずしもね悪いものを見なければならないってことでもないですから。ただどうしても必要に迫られて悪いものを直視しなければならないときには、きちんと直視するそのぐらいの度胸はありますので、どんどこいですよね。例えば身内の死とかね、見たくもない現実とかあると思いますけども、全部かかってこいってことですよね。それは10代で養われた体力、そして20代で打ち立てた志ってものがそれだけの勇気をくれてるんだろうなと思いますよね。ということで今回はちょっと長い話になりましたけども、私の人生設計、人生はファイナンスというタイトルで10代から80代までの私のね、フォーキャストをお送りしました。皆さんはどんな人生を構築するのか、またコメント欄などで教えてください。そして花レオンさんね、ここまではなかなかね決めてらっしゃらないかもしれませんけども、自分なりにもしね人生に対して思うことがあったらまたお知らせいただければと思います。もちろんこれ決めたからといってその通りにしなければならないってことじゃなくて、なんか変更ありきの計画ってやつですか、やっぱり情報が今早いですからね、時代が早いですから、まあ、10代で決めたことをね80代まで貫き通せるっていうのはなかなかないと思うんですよ。だからやっぱり変化ありきで計画っていうのは立てていくのかなと。目的地もその日その日で変えていかなくちゃいけないところがありますからね。はい、じゃあ本日はこのぐらいにしておきましょうか。ありがとうございました。